はい、こんにちは、こんばんは、レイです。シャチ、今回ね、話す、ことはアラフィフ女性の年代の、婚活感といいますか、今回ね、知り合った方から、お話を聞きまして、現状どういうことなのかと、そして、マッチングアプリに登録している男のプロフィール、自分を同性のプロフィールっていうのは見ることできませんので、まあ、その辺のね、話とかも聞きまして、そこをね、隠さずちょっとね、話そうかなというふうに思っております。で、今回ね、どんな感じなんですかというね、ちょっと質問をね、投げかけてみたところですね、その世代の、男性、求めてくる男性たちというのは、やはりね、気軽ないいねっていうのはいっぱい来るようですね。そしてそのいいねを来て、ま、返して、まあ、その方もね、いいなと思って返して、マッチングして、じゃあなんか LINE 交換しましょうかって、LINE 交換をもうすぐに求めてくる方が多いと。で、別に今付き合ってる方もいないし、LINE 交換ぐらいいいかということで、その方はすぐ応じるみたいですね。で、そして、で、応じた瞬間になぜかブロックされるとかっていう、謎の行為をする方が、何人かいらっしゃると、男でね。意味わかんないね。確かに同じ同性からしても、わざわざ LINE 交換して、そして一方的にブロックするっていうね。男側がブロックするっていう謎だなって。それは俺もわからんと思いまして。なんでですかって聞かれたんですけど、男の心理としてみたいな。それは俺もわかりませんと。やったことありませんということで。そして、さらには、まあ、それだけね、やっぱり人気がある方なので、待ち合わせのね、時間、やっぱりこのサイト内でダラダラやるのは嫌いなタイプらしいので、じゃあ会いましょうということで、じゃあ別にいいですよって言って、向こうから、男側から日にちと時間と場所を指定してきて、決まったのにもかかわらず、2、3日前とか当日になってから、ドタキャンする男が多いということで、いや、そんなのあるのと。逆に女性側が多いっていうかね、まあ多分多いんだろうけど、多さで言えば、女性側がする、いつもの技じゃないのみたいな、ね、期待させといてぶっ飛ばすみたいな、そういうのをやる男性がいると。まあ、もう、だって、同じような、上の世代ですよ、多分40、50、60代の。そんな非常識なことやるのか、多分まあ既婚者で、なんかね、家族の予定が入ったりとかね、奥さんに何か言われて、多分行けなくなったのかとかね、分かんないですよ、それ事実は分かんないですけども、多分そういう可能性が高いのかな。だからその世代、みんなもうその世代だったら結婚してる方が多いですから、そういうこともあるのかなとね。あとは年下のね、20代30代っていうのも怪しいと、金目当てとか体目当てっていう、まあ、熟女好きとかいますから、あ、多分それだろうなというふうに本人はやっぱり判断していて、だからそういうのはもう無視してますと。で、そのただ約束をね、約束をちゃんとしたのに守らない人がいるのはびっくりしたという話で、いや、もうそれは自分聞いても、びっくりし、こちらもびっくりしたね。まあ、同じ同性としてどういう心理なんですかということだったんで、まあ、それを答えました。既婚者じゃないんですかと。いうことで、まあ、あとは他の方とうまくいくか分かんない状況で、こっちがうまくいっちゃったからこっち切っちゃおうとか、うん、多分ね、そういうことなのかなというところでは話させていただきましたけれども、まあ、自分経験ないですけどね、そこまでは。まあ、アプリ自体はあんまり、ね、有効活用を自分はしてませんので、今回が初なので、どっぷりというか、まあ、普通にやるのはね、ガチでやったのは今回なんで、であとね、その LINE のタイミング返す返さないとかって、まあ、アラフィフ女性の場合ね、40代後半から50代前半の女性の場合だと、その周りのね、友達とかの話もしてくれまして、でやっぱりね、そのね、 LINE はまめにしろって言ってましたね。で、自分なんか正直言ったんですよ、その相手のペースに合わせてしまうところがあって、相手が1日後2日後に返事が来るようなタイプだったら、同じように2日後にするとか、あとはそのね、行ってきてとか、行ってきて返してまたで止まると、
で止まった時点で次は女性の番っていうかね、番、まあ、決まりはないけども番みたいな形になるんで、まあ、待ってこっちからしない、追撃ラインしないという話をしたら、あ、それはした方がいいですというふうにやっぱり言われまして、でなんか連続で送るのはなんか、ね、迷惑かなというふうに言ったら、いやそんなことはないと、嫌な人から送られれば嫌だけど、嫌じゃない人かが、なんていうのかな、止めちゃうと、LINE を止めちゃうと、もう意識の中から消えると、その人ね。だから要は多分、こういうマッチングアプリとかだったら何人かと LINE 交換してるわけで、で、やっぱりまめにしないから消えるらしいんですよ。だから、来る人が残って、結局会うまでに至ると。で自分なんか止めちゃうんで、だからここで終わってしまう、消えるっていう、だからそれはもったいないですよみたいな話を、まあ、されてまして、で 逆にどうですかと、そんなに自分のね、相手の LINE で終わっちゃって、だけどもう一回相手から来たら嫌な感じしますかって言うから、あんましませんね、それですって話だったんで、これ単純な話ですね。だから追撃 LINE っていうのもしつこくしなければ、自分の LINE で終わってたらもう次ね、なんかね、あとは相手が返しづらい LINE をしてなければ別にね、いいんじゃないですかということで、で追撃 LINE はした方がいいですよということがありましたんで、ちょっと自分と同じような考えの方、男性がいらっしゃったら、追撃 LINE しつこくならない程度で、やった方がいいと思います。でやっちゃいけないのが、そのどうしましたかとか、連絡ないんですけどとか、連絡を強要するような文章、あと長文ね、長文は非常に嫌だと、読むのもだるいしと、でなんで返さないんですかとか、なんか嫌いになりましたかとか、そういう変なまあ、ネガティブ系の LINE 内容を送ると余計送りたくなくなると、でうざいというところがあるみたいで、その女子会みたいなのをねたまにやってるみたいで、その中でそういう話が、ね、出るらしいです。だからせめてそのスタンプ1個でもいいから、2日以上開けないようにして、LINE とかねメールのやり取りはした方がいいですよみたいなことを言ってたんですけど、でもなんか女性側が止めるのは OK みたいな、なんか言い方だったんで、どうなのそれとか思いながら、そこだから難しいなっていうところで、でもやんないよりかはやった方がいいですよということがね言われましたんで、まあ実際のリアルのね、女性の婚活している女性の声だったので、あ、それはそうだなと、まあ今更っていうところもあるんですけど、お前今更気づいたのかと、分かってはいるけど、なんかなかなか実行できなかったんで、今回ねそれでなんだろう、ズバリ、ね、言われて、ああやっぱそうだなと、まあ、そういうとこあるなと、やめようというふうに思いました。例えば友達関係であっても、もう3日4日とかね、開けちゃうと、男同士だったら別だけど、女性の友達を作ろうと思った時に、その3日とか4日開けちゃうと、もう1週間とかね、もう関係性が薄くなると。自分の15年来の女性の友達いるんですけども、あれはもう慣れっこになっちゃってるから、1ヶ月 LINE とかしなくても、またね普通に会えば会うし、なんかギクシャクもしないしっていうねところがあるんで、まあそれは別だなと。だからこうやって新しく知り合った人たちっていうのは、やっぱりそういうふうになんかねやるべきなんじゃないのみたいなことあったんですけど、とね、変にそうやって意識しながらやってくっていうのはね、なかなか難しいものなので、まあできる範囲でね、まあやろうかなというところは考えてますね。まあだから新たにちょっと気づかされた点とか、そういったところを見てんだなと。でなんかね、やっぱり女性は条件じゃないかとかっていうふうに言ってたんですけど、 そんなではないみたいですね。年収が別に自分がね、相手が低かろうが、学歴が なんかね、もう低かろうが、自分より低かろうが、関係ないって言ってました。まず、生理的に受け付けるかどうかって言ってました、最初ね。そこがまず大事だと。それがないと、いくら金があっても嫌だという話はね、してましたね。
まあまあちょっとそんなリアルなね婚活話も聞けましたんで、一つ皆さんに、情報をね提供させたい、させていただきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。